ここは魔界、邪悪なる悪魔どもが本能のままに闊歩する、闇と混沌に彩られた世界。悪魔どもが刺激する魔物の名はプリニ。魔界ヒエラルキーの最下層に属する元人間の魔物たちである。罪深き魂を宿した彼らを待つのは果てのない労働の日々。罪が許されるその日まで、ただひたすらに酷使され続けるのだ。そして今日もまた魔人のもとで働く彼らに大きな事件が待ち受けていた。私のパンツ盗みやがったのはどこのどいつだ！知らないっすよ。俺たちにそんな勇気があるわけないじゃないっすか。いや、そもそもそんなのいらないっす。とりあえず、あんたたちの仕業じゃないとしましょうか。でもね、もしどこかの変態の手に渡っているなんて話を聞いたら、その薄汚い皮を剥き取ってパンツにしてやるからね。いいっす。言っても俺たち魔界最弱の悪魔っす。投げるな、危険っすよ。この魔界で盗人探しなんてしたら何て聞いても足りないっす。説明しよう。プリニーは手荒に扱うと、いとも簡単に爆発してしまうのだ。んなことは分かってるわよ。見つけてこれなかったら、どっかの店先にクリニー模様の下品なパンツが並ぶと思いな。あ、一体パンツはどこに行ったんすか。洗濯干し場にこんなものが落ちてたっす。怪盗、最近巷で話題の怪盗っすよ。魔界の珍品を集めてるらしいっす。だったら珍品を餌に罠を仕掛けて捕まえろっす。でもその珍品はどうやってゲットするっすか。どうやら爆発と無縁とはいかなそうっす。珍品を持ってそうな悪魔に当たって砕